騒がれる前に倒すぞ。俺らに誉れよる。降伏しろ。命は保証する。おざるするな。主の玉座を汚した最悪者どもが。頑固な上にいちいち大行なんだよ、お前ら。先生たち、敵の術は私が奪うよ。頼りにしてるぜ。どこだ、そこまでだ。若いやつを任せろ。闇に掘り下げなさい。来い、やれる。精霊力をまた来る。やったか。完璧だね。この国は忘れづかい。では一時設けてもらおうか。分かった、考えておくよ。決めて。デュハイム、スポーハー、ユーシー。この穴は何だろう。奴らの隠れ家かな。最近できたようには見えないな。これがシスロディアに通じる道ってことはないのか。大丈夫か、シオン。ええ、行きましょう。いつの間にか随分荷物が増えてるわね。シオンも感じていたか。実は私もそう思っていた。少し減らしたらどうかな。旅を始めた頃に使っていた武器とかもうボロボロだし。いや、武器は磨けばまだ使えるだろう。かさばってるのは防具じゃないか。防具だって直せばまだまだ使えるぞ。それに身を守るものは多くて困るということはない。なんだかよくわからない骨董品とか売っ払えば減るんじゃねえの。そういうものの価値のわからない人間が貴重な芸術を消滅させるのだ。芸術じゃ戦いねえよ。やめなよ、そういう話をしてるんじゃ。ごめんなさい、私の言葉が足りなかったわ。こんなに荷物が増えるほど旅をしたのねって言いたかったのよ。失敬した。過敏な反応をしたようだ。まあ旅の土産って増えるもんだし、俺も勝手なこと言ったから。荷物の重さは絆の重さか。そう思うとこの荷物も宝の山だな。確実についてる。なんか機嫌いいな。時にアルフェン、君の剣術はどこで覚えたのかね。ああ、それ俺も気になってた。紅のカラスに会う前から使えたんだろ。俺はダナの領主に使える兵士だったんだ。顔もろくに見たことのない雇い主のために戦うんだ。今にして思えばあれはあれで奴隷みたいなもんだったな。ダナの領主、300年前レネギスに連れてかれる前ってことか。じゃあ本物のダナの剣術ってことだね。ダナの剣術、そんなもんがあったのか。だって300年の間に失われたものはたくさんあるんだよ。剣の使い方だってきっとそう。それがこんな形で生き残るなんてなんだか不思議だね。昔支配を受け入れていた頃の俺が覚えた剣術が
今支配者に立ち向かうために役立っている。そう考えると皮肉だな。また余計なことを聞いてしまったかな。いや、俺たちが勝手にこね回しただけだ。こね回していい方に転がればそれでいいだろう。よく転がすためにこねるのか。料理のようだな。結果うまいもんができてみんな笑顔になるならそれでいいんじゃねえか。なるほど、納得だ。雰囲気が変わった。油断するな。どこに行ったのかと思っていたが、こんなところで息を潜めていたのだな。ボルラーンの残党、やはりペレギオンを襲うつもりだったんだろうか。彼らの猛進ぶりを見るに、あるいはひたすら待っているのかもしれん。待っているって、ボルラーンか。私たちは倒したのに。でもそうね、そうかもしれない。彼らの態度はほとんど崇拝だもの。倒されたことも信じていないのかもしれないわ。次のスルドブリガが始まるのを待っていた可能性もあるが、何せあの男の配下だ。いずれ自分たちの主人が戻ると信じて疑わず、いつでも迎えられるように備えていた。私は改めて忠節と礼俗の違いを見たのですね。なんだあの光っているやつは。手ごわそうだが、やるしかない。傷を負ったら言いなさい。絡めとる。来るなら来い。私確実についてる。君は気づいているのか。何をだ。シオンのこと。あんたからそんな話題を振られるとは思わなかった。私が気にしているのは、今我々の預かり知らぬところで確実に進行しているであろうはずの何かのことだ。シオンがそれと関係していると言いたいのか。レナス・アルマがイバラから逃れる手段になりうるかもしれない。そう彼女は言った。なのにそれが失われたこととその後の彼女の様子はどこか噛み合わない。それに先祖から受け継いでいた力、巫女の力のことは本人も知らなかったんだぞ。だとしても彼女が無関係という証にはなるまい。デル・ワリスで見せた茨の暴走もそうだ。あのような闇の精霊力の権限は見たことがない。レナ人なら誰だって闇の精霊力を持ってるはずじゃないか。その通りだが、あれほどの力となれば話は変わってくる。ありえないのだ。誤解しないでもらいたいが、私は別に彼女を疑っているわけではない。ただこの件に関してはまだ何かあるような気がしてならないのだ。君は違うのか。当たそうやつは任せとけ。
こうも飛び回られてはな。分かってるわ。ウルーズ使ってしまった。どうか私が妨害を頼む。こうするさらにリングだ。立たせ。相手は浮かばらない。精霊力全開。いっけー、塵も残さないわ。当然そこだ。うっかめ止める。終わりだ。いてつくあらず。そこだ。テンペスタ。炎が粉に。まだまだ上を目指す。